思い出のある短い期間だったけど、そう、思い出がいっぱいな、そう、番組が今夜で最終回ということで、すごく寂しい気持ちでいっぱいなんですけれども、そう、でも、そう、皆さんのツイッターにも書いたんですけれども、ネタフリ、デザート部のネタフリのデザート部のカップリング曲、デザート部の楽曲のネタフリの MV が、そう、ちょこっと流れるみたいなので、ぜひ見ていただけたらなと思います。そう、なんかこういう形でも最終回に そう、なんて言うんですかね、入れることが嬉しいなって思いました、本当に。いやいや、本当になんかさ、いや、なんか本当になんかね、ありがとうございますしか出てこない、いい、そう、あれだなと思う、本当に。さよならモーリーさんのおかげでさ、デザート部に、デザート部および選抜が始まったじゃないですか。そう、そう、デザート部でも出れたねってコメントがあって、そう、そうそうそう、さよならモーリーさんがなかったら、もうより選抜っていう企画すらもなかったかもしれないじゃないですか。だから本当に、そう、おかげですし、で、なおかつ、その、そう、愛は、普通にショールームがさ、あの時期まで来なかったのと、そんな、そうですね、そう、あれだったりとかもあってさ、あったけど、そう、スタッフさんが、そう、選んでくださって、毛利さんの、そう、さよなら毛利さんのスタッフさんが、そう、選んでくださって、その、そう、もうね、あの企画自体のあれにも出れたじゃないですか、企画にも、企画自体の企画、ちょっと 語彙力なさすぎてる今日、そう、出れたじゃないですか。でさ、そう、でさ、ドラフトの企画始まってさ まあ、あれは、そう、本当に、そう、最後まで選ばれなかったけど、でも逆に、そのおかげで、デザート部に入れたわけじゃないですか。そう。すごい悲しかったけどさ、でもそのおかげで入れたわけであって。でさ、そう。ね、本当に。だから今こうして、MV がこうある楽曲に入れてるのも、本当になんかこう辿っていけば、そう、本当にさよならモーリーさんのおかげでもあるので、そう、本当にすごくね、おかげなので、そう、本当にね、感謝でいっぱいな、本当に。はい、ですよ、本当に。ね、本当、なんか、あいは、でも最初出た企画は、あれですよね。あれだよね。なんだっけ、あれ？そうだよね。非選抜のやつだよね。一番最初って。そうだよね。多分、初回。違ったかな。多分そうだったよね。え、あれ本当に、そう、なんか 本当に、でも最初なんかアンケート、そう、一番最初にそれが来て、え、毛利さん出れるんだと思って嬉しいと思ったら、そう、あのアンケート来て 本当、えと思って、なんか、え、そう。しかも、それこそ、そう、武道館のリハ期間で、ふえっと思って、この企画かと思って、こう、
そう、なんかそう、もうスタッフさんにも相談したぐらい、なんかここはもう書けないですみたいな、ここなんて書いたらいいですかねみたいな、なんかそう、なんか難しいねお題があったのよ、何個か。ちょっとあんまそう遡れば分かるんだけど、そう、まあ、難しいお題がね何個かあったの、いくつか。絶対これは書けないですってお前もう無理ですみたいなのがあったの。そう、本当にだから初回から思い出深いというか、なんかほんと鮮明に残ってるアンケートの時点から、そう、なんか記憶にある、え、そう、番組でもあるのでそうですね、うん、なんか本当に寂しい気持ちでいっぱいです。モーリーさん、愛ちゃんの誕生日にツイートもしてくれたよね。そう、モーリーさん毎年してくださるの嬉しい、すごく。モーリーさんカメラそう、いつもね毎回ね、モーリーさん会うとね、あー一回ね会うと、そう、あーそう、でも一回なんかエレベーターの中で会ったの、そうあの、そう、収録のね日の朝のエレベーターの中で会って、おー愛ちゃんみたいな、あ、なんて返そうか分かんなくなっちゃって、そう、おはようございますって言った後に、そう、あ、愛ちゃんだみたいな感じで言ってもらえたから、どうしようと思った時に、愛ちゃんですって言ったら、いや、そう、ちょうどキアラさんとかもいらっしゃって、何人かメンバーの方も、そう、モーリーさんも笑ってくれたから、まだよかったけどうん、そう、なんて何がどれ、なんて返したらいいんだろう。もう一回おはようございますがよかったのかな。ね、難しいよね難しい。いつも頑張ってねって言ってくれる。うん、そう、そうなんです。でも本当にモーリーさんにも、あの AKB ビンゴ時代からお世話になっているので、そうね、え、本当にさよならになっちゃうのかな、わかんないけど、ああいう人たちもよくこの後はどうなってるのかわかんないけれども、え、なんか本当にね、そうだったら悲しいよね、悲しくなってしまう。え、でも皆さん今日の最終回のさよならモーリーさんもぜひ見ていただけたらなと思います。よろしくお願いしますね。 MV 前どうなってるかわからないから楽しみでございます。でもちょっとらしいので、ちょっとがどうなってるか今もわかんないし、もう全体もわかんないし、もうでも楽しみです、すごく。そう、楽しみ。あー、口パクを当てようみたいな、 あったよね。あ、そっちが初回かも、そっちだ。そう、そちらはアンケートがなかったから、そう、アンケートがなかったからあれだったけど、そっちですね、が一番最初の回は。でもあれも楽しかった、なんかどんな企画か分かんなかったからさ、何なんだろうって思ってたの最初、どうやるんだろうみたいな、何やるんだろうみたいな思ってたら、なんか楽しかった、すごくなんかクイズみたいな感じで楽しかった。当てられないようにするのね。
でもさ、絶対その時さ、柔軟のきちゃん絶対気まずかったよね。そんなさ、多分あの当時ってまだ加入したばっかでさ、それこそさ今よりももっとさ先輩とのなんて言うんだろう、関わりがない時だったじゃないですか。もうさのマイクをそう取るっていう難しいよね絶対。あれなら躊躇してる人あみたいなみんなすいませんって言いながら、ごめんなさいって言いながらマイク取ってて可愛いと思ったそう、可愛いよね、面白かった。はい、でもね、ほんとこんなにいっぱい思い出ね、思い出いっぱいのね、それこそあのお弁当作りもさやったりしたよね。ねえ、やったり、思い出深いね、本当思い出深いですが、思い出深いね、思い出深いねって言っちゃ、いっぱい思い出深い言っちゃう。この単語今だけで何回言ったことかね、でも最終回もすごく楽しそうな企画なので、あれは見るの楽しみです。そう、一応ね目覚ましかけてます。起きてられそうな気がするけど、一応なんか寝てしまうと困るので目覚ましかけます。そうなので、ぜひ皆さんも、あゆもそうどことかわかんないから、そう最初にとか途中かもとか最後かもとか、なんかそういうわかんないから、どこへ流れるかは、そうわかんないのもあるし、最終回なので皆さん最初から見ていただけたらなと思います。ぜひ見てください、お願いします。今日です今日の夜中です。見てね。はい。そして話変わりまして、昨日はね、そうめぐみんの卒業公演で、そうコメントにも入ってるんですけど、そうめぐみんの卒業公演で、めぐみんとはもっと仲良く、もっと早く仲良くなりたかったって本当に思ってて、でそうなんかめぐみんと多分距離が本当に縮まったのが。ぐっと縮まったのがどこだ？あれかな？フレッシュコンサートあたりな気がするの。そうでさ、なんか話せば話すほど面白くてさ、そう面白いし、なんか現代っ子な現代っ子な喋り方するし、なんか本当にね飽きないんですよめぐみんと話してると。そうだから、でもそうでもそんなねめぐみんが昨日ね卒業公演してさ、卒業しちゃってさ、そうもうね今日からいないんだって思うとすごい寂しいけど、でもなんかめぐみんのさ、なんだろう、キレのあるコメント力とか、そう755とか見てるとさ、そうじゃないですか、そうキレのあるコメント力だったり、なんか行動力もすごいと思うからさね、なんかもうそれで人生ハッピーライフな気がする。絶対めぐみんの人生がこの先もずっとね、でまためぐみんが困った時とかね、なんかあったらまた会えたらなって思うし、まあ、困ってなくても全然会えたらなって思うのでね。いやでもほんとめぐみんのね夢、卒業してからの今日からの夢っていうのかな、もうはい
いっぱい応援しているし、ね、でもファンの方も恵み不足、恵み不足っていうのかな、恵み見たいってもう多分なってると思うんですけれどもね、いっぱい昨日のね写真でね、あゆもね昨日のめぐみの写真ね、ドレスほんと似合いすぎててさ、いっぱい見ちゃう。なんかほんとお姫様みたいね、顔が綺麗だからさ、なんかピンクのドレスがすごい似合うしさ、そのドレスもなんて言うんだろう、綺麗系っていうのかな、上品系なさドレスだったからさ、ほんとめぐみの顔立ちにぴったりすぎて、そう似合いすぎてた。そうなので、あゆめぐみの写真、めぐみん不足になっためぐみんとの写真とかいっぱい見て、そう会える時までいっぱい見ていっぱい見て過ごしたいと思います。はい、ではではランキングを読みたいと思います。13位ゆきまるさん、ありがとうございます。12位ゆきみつさん、ありがとうございます。11位あまねさん、ありがとうございます。10位ピカルン、ありがとうございます。9位ひろぽんさん、ありがとうございます。8位ひびきちゃん、ありがとうございます。7位つばさほしいさん、ありがとうございます。6位プラハタハさん、ありがとうございます。5位あやのさん、ありがとうございます。4位かんさん、ありがとうございます。3位かもんさん、ありがとうございます。2位あーちゃん、ありがとうございます。1位なみーさん、ありがとうございます。はい、見てくださった皆さんもありがとうございました。また明日も見てください。ありがとうございました。バイバイ。